ふぶみことみこめっとさんで実は旅行に行ってきましたというお話をねしていこうと思いますよ。まあ、10日にあの新幹線でねみんなで行こうみたいな話をしたんですけども、なんとですねもういろいろねしゃがみ不安になりながらも9日の前日に明日何時って前日にで明日何時に待ち合わせってなってさ、そうあー前日だみたいなそう前日に俺ミコさんの200万人の耐久が終わったら話そうってなって前日かって思いながらさ、しゃがみは結構あのもう前に決めるものかと思ったらね、そうミコメットはゆるゆるなのでな前日だったみたいなそうもう前日にバタバタあの3人ともねあの準備しつつ、そう荷造りだるいってかねまずスイちゃんがディスコードでエブリワン持ち物ぬいぐるみってあってそう持ち物ぬいぐるみあオッケーですって、そうでしゃがみ気づいたら自分のホロライブフレンズのぬいぐるみ持ってないやんってことに気づいて、ちょっとマネちゃんに言おうと思うんですけど、持ち取るしかいねえっつって、なんかロープも持って、ハリポタ行くからローブを持ってこうっていうことになって、そうで、そしたらね、ミコさんが途中でローブしわくちゃになってたから新しいの買う、でもミコさんもスリザリンのやつ持ってて、実は3人とも全員スリザリンっていうさそう白髪もさ、ミコベットがまさかスリザリンだと思わなくて、まだいざ新幹線乗り寄って時に、はいこれ剣ねってみんなに渡してそうちゃんと持っとくんだよつって、はーいって言って、まあ、みんなで行ったんですけども、新幹線乗るほんと新幹線乗るちょっと手前でスイちゃんがあれって言い始めたのよね。えどうしたのスイちゃん、新幹線の剣落としたつって、嘘だろってこのあの短い間でみたいな、待合室からエスカレーター登ったすぐそこでみたいな、えっつってミコさんが、あースイちゃんやらかしたよこれつって、スイちゃんが、嘘つって、じゃちょっと戻ってさあさあミコさん荷物持っててちょっと探してくるからつって行って、まあ、サクサクっとこう探しに行って、でスイちゃんもキョロキョロしながら見てたらさ、エスカレーターの下になんか黒いのが落ちてるのに気づいて、スイちゃんあれじゃねつって行って、スイちゃんが行ってくるつって階段を駆け下りてって下に落ちている黒いものをパッて拾ってさ、あったーつってよかったーつって、でスイちゃんエスカレーター上がってる間で白髪はミコさんのとこに戻って、もう発車するちょっと前だったから、もうミコさんにとりあえず先に乗っててもらわなきゃと思って、そうあったから、これみんなの荷物持って行くよっつって、こうスイちゃんの荷物とか持って新幹線にバタバタ乗り込んで、うん、よかったーっつっておやー焦ったーってなりながら、でまあ大阪着きまして、着いたー、その間にね晩ご飯どこ行こうみたいな話をして、まあ、晩ご飯食べに行ったんですよね。でうわ着いたねーみたいな話をして、まあ、明日何時だっけって、明日はなんかお昼ぐらいからあの乗れるから割と朝は寝れるよみたいな話を、ユニバーサルの近くにあるホテルに泊まろうってなって、まあお店出るじゃないですか、あーお腹いっぱいだなーと思ってタクシーに乗って行こうと思った時なんですよ、スイちゃんがあれっつってえってどうしたのっつったら、スマホがないっつって、まさか店に忘れたかっつってそしたらミコさんがさっきのお店に電話してくれて、あのスマホの忘れ物ってありませんでしたかって言ってさ言って電話したらスイちゃんあるってそうピエーってなりながらスイちゃんの荷物を我々は持って、スイちゃんは走ってスマホを取りに行くってそうで白川も出るときにスイちゃんの席までは忘れ物を確認してなくてさ、
スイちゃんが向かい側の席でふみこで隣に座ってたから、みこさんの忘れ物ないかはチェックしたんですけど、スイちゃんのとこまでは見れてなくてさ、向かいの席で。あーってなって、そうで、スイちゃんをイヒヒヒつってピエーってなりながら、スイちゃん今日で2カウントやらかしてるよ、チケットも落とすし、スマホも忘れるし、スイちゃんがピエーってなってて、でもなんとか忘れ物もなくみんなでホテルに着いて、まあ、3人で交代交代お風呂に入り、まあ、その間にね、いろいろこうみんなのタイムラインとか動画のショートとかいろいろ確認しつつ、まあ、もちょい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 ビビデバがかかるんですよね。スマミコさんのさスマホからさめっちゃビビデバがかかるんですよ。でもみんなのさショート上げたい動画のみんなのコメントとかチェックしてるんだろうね、マメだなミコさんと思いながら、でもうほぼほぼビビデバだった。そのためにさ、みこさんがさ、ビビデッパビデッブーワービビデッパビデッブーワーって歌うんだけど、スイちゃんが、みこち違うっつって、何が違うのっつって、リズム違うっつって、合ってんじゃん、ビビデッパビデッブーワービビデッパビデッブーワーっつって、いや違う、2回目のビビデバブーは違うっていう話をしてそう。で、白組がビビデッパビデッブーワー、ビビデッパビデッブーワーっつったら、ホブさんは歌えてるっつって、って言いながら、なんか無事よってなってさ、ミコさんがそう、テーテーみたいな、それを聞きながらミコメとテーテーなっつって、ミコメとテーテー成分を白髪は摂取しつつ、そう、だらだら過ごしておりました。で、ミコさんがさ、コンビニでイチゴを買ってたのよね。イチゴとロールケーキ、1個ロールケーキね、買ってて、ミコこれ朝ごはんでロールケーキの上にイチゴを乗せてショートケーキにして食うんだって話をして、で、イチゴ1個ちょうだいっつって、いいよって、で、朝ミコ食べるって冷蔵庫に入れてたんですよ。そう、多分ね、ミコさんの日常赤の方にポストしてたと思うんですけども、ミコのイチゴ食べないでねっつって、で、白髪も、いや起きたら全部食べてやると思ってさ思ってたんですよ。で、まあ次の日ですね、次の日、朝食がついてたんですけど、いや、ユニバに行って食べようってことになって、結構ね、ギリギリまでダラダラしてたんですね。で、まあじゃあ、いざ行こうって時に、白髪とスイちゃんはね、服の上にスリザリンのローブ着て、杖をこう忍ばせて、で、ミコさんは、まあ、ローブ、まあ、現地で買おうと思ってたから、まあ、とりあえずの服着てね、まあ、行くわけですよ。行こうってなってね、まずもここでロールケーキとイチゴは忘れられてるわけですわ。この時点でね、皆さんお分かりいただけるだろうか、忘れられているのです。でもユニバに行きまして、いや行くぞーってので、で、なんとハリポタに行ったんですね。で、白神さんはハリポタはね、一個トラウマがあったんですよね。本当に数年前にお友達と行った時にハリポタを白神一回乗った記憶があるんですけど、その時すっかり忘れてて、ハリポタってどんなやつだったっけって昔ね、友達に聞いたら、そんなに怖くないよって、あ、そっかって、そうなんだって。白神、まあ、ちょっと高所恐怖症なもので、冬系が結構苦手なんですね。そう、ふわってするあの感覚があんまり好きじゃなくて、まあ、足ついてたら大丈夫かと思ってさ、まあ、ハリポタ行ったんですけど、乗る直前でさ、乗ってる人たちが見えるわけよ。足プラプラじゃねえって。はっ足プラプラじゃんって。友達にね、足ついてないんだけどっつったら、めっちゃニヤニヤしてて、うわ、騙されたーって、騙されたーって。でもさすがに、ミコメットと二人で行った時は覚えてるわけですよ。うわ、これ騙された記憶が蘇りつつ、怖いっつって。でもまあまあまあ、そんなにこう、思いっきり怖いあれではなかったよなと思いつつさ。まあ乗るかっつって。まあ、案の定、白髪はギャーギャー言ってました。ギャーやっぱ怖いみたいな。ホグワーツの上を飛んでいくじゃないですか。もう、あれが怖すぎて、もう白髪だけがほぼほぼ叫んでいましたね。左にミコさん、右にスイちゃんいて、白髪真ん中だったんですけども、もう浮遊感と高いとこ怖いがもうそう、イーヒーって。で、スイちゃんがディベンターが怖くて無理って言ってたよね。そう、
ディベンターが怖いからディベンター嫌だっつって言ってね、でディベンターのとこになった瞬間、横のスイちゃんからわーって声が聞こえて、ブリーって聞こえてさ、そうで、ちなみにディベンターはまあ大丈夫だから見たんですけど、結構ディベンターガチ恋カリのキス待ち顔してて、なんかちょっとなった、なんか結構お口がね、うーってなってて、ディベンターってこんなキス待ち顔だったっけ、でそこでちょっとクスってなったんですけど、でも横のミコさんもうわーって言いながらそう乗ってて、ちなみにディベンターでちょっとあの軽くつぼってたんですけども、うん、そう。まあ、吸うからなと思って、そうで、蛇とかでもうわーってなって、うわー怖いーってなって、ね、乗り終わった後、あちょっと軽く酔ったと思って、そういえば酔い止め乗るのは飲むの忘れてたなと、しゃがみちょっと酔いやすいので、後からスイちゃんに酔い止めをもらったんですけども、ちょっと軽くフラフラ、あやフラフラーと思って、そう三半規管弱いので、はりゃはりゃーってなって、でその後よし魔法をしに行こうってなったんですね。ミコさんもあのローブと杖を買ったんですよ。そうミコ優秀な魔法使いになるっつって、そうで買ってきたローブがまさかのグリフィンドールで、お前編入したんかっつってでそうミコはグリフィンドールになったっつって、そう勇敢なんだねミコさんっつって、そう確かにミコさんはグリフィンドールっぽいなっつって、そうもうその瞬間もうあのね、シワカミとスイちゃんのグリフィンドールいじめが始まるっていうよっぽったっつって、そうやれんのかお前これだからグリフィンドールはっつって、そうやめてよっつってグリフィンドールいじりが始まる、これだからスリザリンはよっつってそうで、あのまずあのお水が出るやつをね、魔法をやったんですよ。そうで大成功だとすごいお水がビャーって出るっていう、成功だとま軽くピュッて出るんですけど、アクアメンティーですね、アクアメンティーで最初ミコさんからやって、最初ちょっと出なくてあれあれってなりながら、もう最終的にはお水がピュッてちょろっと出て、おやったじゃん。で次スイちゃんがやるってなって、そうでちょっと練習した後、スイちゃん確か一発だったっけかな、一発だったかな、で大成功でビャーって出て優秀すぎるみたいな。で、白髪もじゃあやるぞってなったんだけど、白髪もさ、あの、あれ、あれって出なくて、最終的にちょろっと出たんだっけかな。そう。いや、出たんだっけ、失敗したんだっけ、どうだったろう、忘れちゃったな。で、その次に、やったのが、あれかな、ウィンガーデオレビオーサだ。そうだ。ウィンガーデオレビオーサって結構並んでたんですけど、その間にもうずっと3人でウィンガーデオレビオーサの練習して。ウィゴーデオレビオーサウィゴーデオレビオーサって練習して、でいざ自分たちの番になって、ミコさんが最初にやって、ウィゴーデオレビオーサウィゴーデオレビオーサっつってやってたらちょっと浮いたんですよね。これもなんか成功と大成功があって、大成功だとあのめちゃめちゃ浮くみたいな。でスイちゃんも何回かやって浮いて、で白髪も何回かやって浮いて、3人ね成功だったんですよ。よかったーってなってさ、わーいって。でその後あの火が出るやつ、火が出るやつ前にあれだ、オルゴールだ、オルゴール止めるやつだ。でそれはね、スイちゃんと白神だけがチャレンジしたんですけども、スイちゃんはあの成功で、白神はねそれだけ大成功したんですよ。オルゴール止めるやつやったーと思って、そうピタッて止まって、うわこれすげー大成功だーってなって、でその後に炎をつけるやつやって、ミコさん出たかな。で、スイちゃんは確か一発で成功して、なんかすごいですみたいな、天才ですってめっちゃ褒められてた気がする。で、白く今何回かやって、最後の最後に確か出たんだっけかな。やばい、もしかして出てないかもしれない。で、一番最後にあの雪が降るやつ、ミコさん成功して、で、スイちゃんも成功して、白くそれだけ失敗しちゃったんだっけ、確か。白くそれだけできなくって。そう、あー失敗したーと思ったら、後ろからもうスイちゃんに「汚れたちめ!」って言われてさ、やめろっつって「今日の汚れたちめ!」って言われてさ違うもん、純潔だもんってなりながらも、そしたらスタッフさんがさ「はぁ!」ってなって、「その言葉はあまり口にしてはいけませんよ」ってスタッフさんに言われてさ、そうちょっとスタッフさんも結構ノリノリだったのが良かったですね。そう白髪は純潔だよ、スリザリンぞっつって、そうでわー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 
次の日ですよ。もうチェックアウトギリギリまで寝まくってで、まあじゃあ帰り支度をして帰りましょうってなったんですね。まあ皆さんお分かりだろうか、冷蔵庫の中にロールケーキとイチゴは忘れられてました。ホテルに出てから気づきました。そういえばみこさん、イチゴとロールケーキは、あ、そう。いや君たち、ついちゃんだよ。イケメンになっちゃった。ついちゃんイケメンになっちゃった。